ワカモレワカモレとは、アボカドをメインに、青唐辛子、または、唐辛子、トマト、玉ねぎ、コリアンダー、塩、レモンを加えて作られたメキシコ料理のサルサの一種で、ある。ワカモレという名称の由来は、ナワトル語のアワカマリーイコールアオーケイティール、モリー、ソースからなる。なお、カタカナ表記では、クワカモレ、クワカモレ、クワカモレ、ガカモレ、クワカモレ、ワカモレ、 グアカモーレ、グアカモレ、ガカモレと書かれることもあるが、本校ではワカモレに統一する。家庭での作り方としては、みじん切りした玉ねぎ、トマト、青唐辛子と、種とその周りの部分を取り除いたトマトを用意する。アボカドは、容器の中でフォークを使って、完全に潰さないよう、粗く潰す。これらの材料を混ぜ合わせて、レモン汁と塩を一つまみ加えて混ぜる。最後に、 酸化や変色防止のためにアボカドの種を上に乗せて完成。トルティーヤチップスと一緒に食べることが多い。若漏れはタコス、ケサディやタマル、チャルーパ、ノッパルなど、あらゆる種類の料理にも使用されたり、付け合わせとして提供される。現地では、モルカヘテと呼ばれる石臼と、テホロテという短いすりこきのような石ですりつぶして作られる。2018年、 メキシコの加工食品としての若漏れの輸出量は78,863トンに達し、メキシコは世界をリードするアボカドの生産国及び輸出国となった。アボカドはかなりの量の天然脂肪、タンパク質、ミネラル、鉄、リンを多分に含むため、若漏れは高い栄養価を持っている。なので、そのアボカドとその他野菜を含む若漏れは健康的な料理と言える。 16世紀初頭、スペイン人征服者たちが新大陸に到着する前の時代から若漏れは伝統的な料理として現地で食べられていた。海外での需要に関して言うと、米国ではメキシコからの移民が増えたことに伴い、若漏れはアメリカンフットボール、特にスーパーボール観戦時には欠かせないスナックとして受け入れられ始めた。他にも、米国では5月5日にある、 新古で迷や9月16日のメキシコ独立、記念日などメキシコの祝祭でも若漏れは多く消費されている。近年、日本でも東京を中心にメキシコ料理店の出店が増えており、若漏れも消費されるようになっている。ありがとうございます。